キャンプ2日目の朝でございます。ただいま朝6時ぐらいですね。目覚めました。はい、まだねみんな寝てます。よいしょ。マー君もまだ寝てます。ほら見てください、結構広々とね寝てるね。寝てますね。ちょっとね昨日ね寝る前にねちょっと片付けしたんでねちょっと落ち着いてますけどね。あ、昨日ね結局ね焚き火できなかったんですよね。もう結構ね寝る前なんかはね風も穏やかになってたんですけど、もうなんか眠たくて眠たくて、とりあえず河原に行こう。ふう、あ、今日は穏やかな朝やな。あ、そう、あそこはねお湯出るんですよ、そこね。ほらほら、ここね、ここ2つとも湯が出るんかな。あれでよかった、うん、さあ朝ごはんですね。今から朝ごはんの準備でございます。焼き鳥や。焼き鳥、うん、魚、違う、焼き鳥やって、鳥やんか、お肉やん。いや、これはでも美味しいと思うわ。ごぼう人参、うん、はい、ごぼう人参、あ、いい匂いするわ、ごぼうの。今もう美味しそうやな、すごいな、具沢山やな。よし、はい、行きなさい。おお、いい匂いしてきたよ。すっごいいい匂いしてる。もう多分今、ああ危ない、なんで、もういいんちゃう、もうで、これで蒸らさなあかんからね。お、あげんの、おお。すげえ、いい感じや。でも漏らさなあかんねんね。漏らさなあかん。なんでやねん。あ、じゅうじゅう。これひっくり返してもらったり。クロスでね。クロスで味付け。そう。これがね、ホットサンドメーカーの威力ですわ。見事な両面焼き。美味しそう。いい匂いめっちゃ漂ってるわ。朝ごはんできました。見てください。見て、これお茶入ってない。美味しそう。なあ、お昼やな。コップでお昼やな。なあ、ほら見てください、この鮭。どう見てもお皿じゃないな。なあ、コップでお昼。うん、美味しそうじゃないですか。美味しそう。よし、食べるで。あー、うまい。うん。
どうですか。うまい。こんな鮭がな、これ絶対鮭うまいで、これね。ちょっとレモン絞ってね。汁飲む。うん、うん、飲み飲み。ちょっとレモン絞ってね。もしこれが私と、はい、ちっちゃい骨やったらいい。でも美味しい。美味しい。抜群のうまさやなこれ。うん。焼き鳥の炊き込みご飯。これね。これ食べてみよう。あ、なるほど。甘いね。うん。甘くない、美味しい。美味しい。ちょっと芯が残ってるわ。うんうん、もうちょっとした方がいいと。ごちそうさまでした。美味しかったです。めちゃくちゃ美味しかったです。しました。もうね、チェックインのね11時前ということで、結構ね、あの初テントだったんでね、ちょっと撤収にね手間かかりましたね。昨日の建てる時もね結構苦労しましたけど、見事に収納完了です。豚丸チーズ、あったな。ママ豚丸チーズって美味しいで、だってさ豚肉とさチーズ。早乗りしたもん、あれ逆に。あ、見た見たさ、ウィーッ見て、もう B サイトまで埋まってるもん、見て。あ、俺と今、作成してる。周りチェックインしてるから。今からお風呂、ほんまは3時やけどな、チェックイン。じゃあママ一緒にさ、一緒にお風呂行きます。会えないな、手伝ってるわ。せーので、まあ、春も手伝ってくれたからな、今日。田舎って言うの？